ご視聴ありがとうございます。今回はパイプを縮める加工ができるスウェージング加工金型の試作モデルを紹介します。以前にもスウェージング加工金型の動画をアップロードしましたが、こちらは加工ができるのかを確認するために製作したモデルです。プレス機の上から下への動きを前後方向の動きに変換してパイプを縮める加工ができるのかを確認する目的で作られました。加工の様子を直接見たいというお客様がおり、テスト加工をしているところを撮影しています。この金型で外径 35mm、厚み 1.2 ミリのステンレスパイプを直径 2.4 ミリ縮める加工を行います。パイプのシームを上向きにセットして加工を行います。ダイスの隙間の跡はつきますが、すれてできた傷はありません。パイプの厚み程度の変形量なら隙間の跡は問題なさそうです。それでは 35mm のパイプを差し込みます。パイプ同士が抜けにくい寸法まで縮めることができました。それでは別のカメラ角度からご覧ください。この金型による加工はパイプに加工油を塗る必要がないことが特徴です。この金型は試作品のためダイスには焼き入れ処理、表面処理などはしていませんが、加工部には傷はありません。こちらはスウェージング加工金型を試作するにあたり 3D プリンターで製作した模型です。他にも角管金型の模型やパイプの内側から穴を開けるピアス金型の模型も作りました。お客様とのリモート会議で説明する資料として活躍しています。パイプを加工する金型に興味のある方はぜひお問い合わせください。ここまでのご視聴ありがとうございました。